こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、なぜか服が似合わない理由ベスト7というテーマで、皆さんにですね、動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。皆さんもですね、経験があるかなと思うんですが、いつも着ていたはずの服がですね、なんか似合わなく感じるなと思ったこと、きっとですね、あるかなと思うんですね。これは僕自身も共通して言えることなんですけども、何かちょっとした違いなんですけども、その理由がわからなくて、なんでこんなに服がしっくりこないのかなという形で悩むことがですね、僕の中でも少なくないんですね。ですので今回はですね、地味ではあるんですけども、なぜ人は服が似合わなく感じるのか、この理由について僕なりにですね、結構深く考えてみたところ、7つの理由があるかなと思ったので、そちらをですね、皆さんと一緒に共有しながら、さらにはどう解決すればいいのか、このあたりまでですね、動画の中でお伝えできればなと思ってますので、最近服がしっくり来ないなという方はですね、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからはですね、具体的に服が似合わない理由をですね、7つ皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、僕の中でもですね、これをホワイトボードにまとめてみたので、もう早速ですね、7つドンとですね、皆さんにお見せしてみたいなというふうに思っております。はい、こんな具合でですね、7つまとめてみました。かなりですね、たくさんあるので、下の方はですね、ギリギリ収まったかなという感じなんですが、1個ずつですね、解説をしてみたいなというふうに思っています。まず一つ目なんですけども、これはですね、僕が普段スタイリストとしていろんな一般の方をコーディネートする際にすごく感じることなんですけども、どんなにですね、今のトレンドに合った素敵なスタイリングをご提案したとしてもですね、この一番目のその方のキャラクターだとか人柄、こことマッチしてないと服は似合わないんですね。ですので、この人柄というところは僕はめちゃくちゃ重視してるわけですね。例えば本当に雑にですね、人柄というところを2つに分けるとすると、明るくて陽気な方と割と真面目そうで硬い雰囲気の方、これはですね、全く似合う服が変わってくるわけですね。ベーシックなのかトレンドなのか、この2つの軸で考えてみても、ある程度陽気で明るい方というのはですね、結構いろんな服を着こなしやすいんですね。ですので、トレンドに合ったアイテムとかも結構着こなせてしまうことが少なくないですし、色合いにしてもベーシックな色合いのものも合うことは合うんですが、それよりもですね、ちょっとこうアクセントカラーが似合ったりだとか、少しですね、トレンド感のあるものが似合ったりするわけで、一方で真面目な雰囲気の方にトレンド性の高いものを提案しても、それがしっくりこないんですよね。その方の持っている雰囲気と合わなかったりするので、例えば TBS の安住アナウンサーにトレンド性がめちゃくちゃ高い服を全身でコーディネートしても、なかなかマッチしないと思うんですよね。あくまで人柄とファッションというところはリンクするところなので、このキャラクター、自分の人柄だとか、どういうふうに人から感じられているのか、こことファッションというところを揃えてあげることはすごく重要かなと思っています。これもですね、結構ざっくりとした言い方なんですが、ある程度明るくて陽気な方の場合は、ベーシックな服よりもちょっとトレンド入りのものが合いますし、明るい色合いの服なんかも似合ったりするので、そういったものをトライをしてみるのもいいかなと思いますし、真面目な雰囲気の方であれば、ベーシックな服の方がやっぱり似合いやすいんですね。そこを軸足にしながら少しずつトレンド感を混ぜていくのがいいかなと思うので、このキャラクターというところをですね、しっかりと加味しながら洋服を選ぶということ、ここがですね、服を似合わせるためにはすごく重要になるので、頭の片隅に置いていただければなと思っています。そして2つ目。これがですね、ものすごく大きいなと思ってまして、僕自身もね、この数ヶ月でもうすごくここは実感してる部分がありまして、年齢によって似合うものって、やっぱり絶妙に変わってくるんですね。僕は今30代後半なわけなんですが、やっぱりですね、同じ30代でも30代前半と中頃と後半とで、やっぱりですね、微妙に似合うものが変わってくるんですね。カジュアルすぎるものというのは、若い頃は似合うんだけども、年を重ねていくと、だんだんそれがですね、違和感が生じるようになってくるんですね。例えば夏で言ったら、ショートパンツですとか、あとは T シャツですとか、あとはアクセサリーですとか、こういったものなんかは僕自身大好きでずっと着てきたわけなんですね。ですが今年の夏になってショートパンツを履いてみると、似合わなくないけど、だんだんちょっとですね、厳しくなってきたかなという感じがしなくもなくなってきたんですね。ですのでショートパンツ履くんですけども、ショートパンツに T シャツみたいな組み合わせはなかなかカジュアルすぎて合いにくいなと思っているので、上半身にはオープンカラーシャツを合わせてみたいだとか、ちょっとですね、小綺麗なものを追加するようにしながら、このですね、年齢との兼ね合いというところをバランスを取るようにしてるんですね。で、結構一般の男性を見てみると、20代の頃からファッションがほとんど変わってないという方が少なくなくて、その結果、今の雰囲気ですとか年齢とファッションが合わないということがめちゃくちゃ多く起こっているんですね。これはですね、皆さんもぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。僕がですね、服を手放す基準は5年以上前の服っていうふうによく言ってるんですけども、その理由というのは、やっぱり5年ぐらい経つと自分の年齢も上がっているので、その5年前の服が合うとは限らなくなってくるわけですね。ですので、この年齢と今の服がマッチしてるのかというところは、改めて考えた方がいいかなと思いますし、それを加味した上で5年以上前の服というのは手放した方が僕はいいのかなというふうに思っています。そして3つ目なんですが、これもですね、重要で、結構2つ目とリンクしているところがあるんですが、今の時代のトレンドだとか雰囲気と持ってるものの服が全然合わないということ。これもですね、結構あるのかなというふうに思っています。時代のトレンドみたいなものが毎年ガラリと変わってるかというと、そんなことはないんですね。結構緩やかな変化ではあるんですが、5年ぐらいのスパンで見ると、やっぱりですね、着実に変わっているので、どんなにいい服を買ったとしても、それがですね、5年後も現役バリバリで着れるということは、僕はですね、なかなか難しいかなと思っています。実際ですね、僕のクローゼットの中、今も見えるんですけども、それをちょっと確認してみても、5年以上前の服っていうのはほとんどないんですね。やっぱりジャケットだとかスーツだとか、そういったちょっとですね、ビジネス寄りのアイテムであれば、ある程度5年以上持つこともあったりするんですが、それ以外のカジュアル服の場合は、結構ですね、5年経つとトレンドの影響を受けやすいんですね。例えばサイズ感が変わっていたりだとか、あとは色柄の雰囲気だとか、こういったものがやっぱり時代によって変化していくものなので、この時代と合わないというものもですね、やっぱりあったりするので、これを解決するためにはですね、先ほどと同じように5年ですとか、もう僕は極端な話だと3年ぐらい経てばやっぱり雰囲気が変わってくるかなと思うので、もう一長羅の服は必要ないので、ちょっと背伸びぐらいの服で十分だと思うんですね。ですので、服の消費期限を3年4年ぐらいというところで一つ線を引いてしまって入れ替えてみていただけると、この2番と3番の年齢だとか時代と合わないというところは避けられるのかなというふうに思っています。はい、続いて4点目なんですが、もうそもそも論なんですけども、アイテム選びの段階で失敗してるというのもですね、服が似合わない理由としてはすごくあるかなと思っています。これに関してはですね、もうちょっと掘り下げてお伝えしたいので、他の動画をお勧めしたいなと思ってるんですけども、例えばプリント柄がしっかりと入ってるものだとか、ブランドのロゴの主張が強いものだとか、あとは色を複数使ってある服だとか、チェック柄の服だとか、本当にですね、アイテム選びの段階でもう失敗してしまってることが少なくないかなと思うので、なるべくですね、ベーシックなアイテムか、もしくはですね、ベーシックの中に少しサイズ感で変化が出てるような、例えばユニクロ U のエアリズム T シャツとか、こういったものは無地の T シャツだけど、サイズ感が今っぽいというところで大人の男性にも取り入れやすいんですね。服が似合わないなという場合はですね、結構このアイテム選びの段階での失敗が多いかなと思うので、このあたりはですね、他に動画をお勧めしてみたいと思うので、ぜひですね、こういったアイテムは似合いづらいんだなというところを改めて理解をしていただければなというふうに思っています。はい、続いて5点目なんですが、これはちょっと方向性が違うんですね。見慣れていないだけという問題もありまして、これはですね、僕自身もすごくあるかなと思いますし、皆さんもですね、結構これは感じる方は少なくないかなと思っています。結局服っていうのはですね、見慣れてるかどうかというところがめちゃくちゃ重要で、結構ですね、皆さんの持ってる服というのはすでに見慣れてるものが多いかなと思うんですね。自分の守備範囲があって、その経験したことがあるものに関しては見慣れてるので買いやすいかなと思うんですね。その結果、いつも同じような服ばかりを買ってしまうという方も少なくないと思うんですね。僕で言ったらネイビーのジャケットが大好きで見慣れてるので、同じようなものを何度も買うわけですね。で、クローゼットの中を開けてみると、キャラかぶりしてる服がたくさんあるという方も少なくないかなと思うんですが、やっぱりですね、見慣れていて安心感のある服の方が僕らはですね、買いやすいんですね。一方であまり経験したことがない服というものはですね、なかなかですね、自分の視界に入らなかったりだとか、もう見た瞬間から違和感が生じて、それを買わないことが多かったりするんですね。で、買ってみたけども、なんかしっくりこないなというまま、それを着なくなってしまうことが少なくないんですが、それはですね、単純に見慣れてないだけという可能性が結構高いんですね。これは僕はスタイリストとしていろんな方をコーディネートしてるわけなんですが、やっぱりですね、今までと違った雰囲気の服をご提案すると、全然ですね、本人としてはしっくりとしてない顔をしてるわけですね。ですが、第三者の僕からすると、全然似合っているということも少なくないわけですね。ですので、そこはちゃんと説明をして、ちょっと時間が経つと見慣れてきますよという形でご提案をして買っていただくんですね。その結果、その方がですね、ある程度着ていただく中で、だんだん見慣れてきたとおっしゃっていただくことが少なくないんですね。または、周りから似合ってるねという形で言ってもらえて、あ、そうなんだ、これって似合うんだという形で、だんだんその服がですね、抵抗感がなくなってくるということも少なくないので、実際に初めてトライする服がですね、本当に似合ってないのか、見慣れていないのか、ここはですね、僕は可能性としては五分五分かなと思っているので、ぜひですね、見慣れない服に関しても、今トレンドだったりだとか、人からお勧めされた場合はですね、失敗覚悟でたまにはトライをしてみることも必要なのかなと思っています。これをしないと自分の今までの守備範囲だけに留まってしまって、その結果だんだん年齢も上がってくるし、時代の変化に取り残されて古臭いファッションになってしまうということが結構あるんですね。ですので経験したことがない服だとか、現段階で違和感がある服もたまにはトライをするということが必要なので、見慣れていないだけという可能性も頭の片隅に置きながら、まずはですね、試着室で着た状態で5分間ぐらい我慢してみるだとか、買わなくてもいいので何度も試着をして見慣れていくだとか、こういったことをやっていただくと、この見慣れないという壁をですね、突破できる可能性が高いかなと思うので、ぜひトライをしていただければなと思っています。はい、続いて6点目なんですが、これも結構あるんですね。ヘアスタイルがマッチしてないと、これがですね、洋服が似合わなく感じたりするわけですね。僕自身もですね、結構これは感じていて、僕のヘアスタイルって実はですね、動画を見返してもらうと、結構ちょこちょこと変えているわけですね。個人的にはもっと長いスタイルだとか、ロン毛だとか、パーマを強くかけてみたいだとか、あとは前髪を下ろしてみるだとか、いろいろやってみたいんですけども、やはりですね、残念ながら今の自分の年齢とマッチするかどうかってなかなか難しいかなと思うんですね。あとは髪の毛の色を染めるというのも、今の自分の年齢とマッチするかというところも結構微妙になってきて、ここのですね、ヘアスタイルとファッションがしっくりこないと、なんかね、全体のバランスとしては素敵には見えづらいなというのを実感してるんですね。ですので自分自身のヘアスタイルの自由度というのは年々下がってるかなと思うんですが、ここのヘアスタイルというところはすごくファッションとの関連性が高いので、ぜひ皆さんもですね、意識をしていただければなと思っています。あと、これもですね、よくあるんですけども、休日にヘアセットを全くしない方とかもいらっしゃったりするんですが、やっぱりですね、ある程度おしゃれに見せたいのであれば、ヘアスタイルは休日であっても、ある程度はセットをした方がいいかなと思いますし、もしどうしても嫌だったら、それはですね、帽子をかぶってバランスを取るだとか、もう本当にヘアスタイルの部分がリンクしないと全然素敵に見えないので、この6番目の項目もすごく重要かなというふうに思っています。そしてファッションと同様にヘアスタイルも流行があったりするので、そういった部分もですね、美容師さんと相談をしながら、今の自分と今の時代に合ったヘアスタイルというところを必ずですね、チェックをしていただくと、服が似合わない問題というのはだいぶ解決されるかなというふうに思っています。そしてラスト7点目なんですが、全身が安い服。これもですね、服が似合わない理由の一つかなというふうに思っています。昔と比べて服のデザインというのは全体的にものすごく上がってきてると思うんですね。ですのでユニクロだとか GU だとかグローバルワークだとか価格が抑えめのブランドだけでも十分ですね、全身コーディネートすることはできるかなと思うんですが、ただある程度年齢を重ねてくると全身安い服だけだとですね、どうしてもしっくりこない部分があって部分的にでも構わないので、例えば靴はちゃんとしたものを選んでみるだとか、ジャケットは少し上質なものを選んでみるだとか、革小物だとか、あとは時計に関してはちょっといいものを選んでみるだとか、このあたりの値段のメリハリをつけた方が服が圧倒的に似合いやすいかなというふうに思っています。本当に10代、20代の頃であれば、スタイルもいいし、ある程度フレッシュな雰囲気なので、ある程度価格帯の抑えた服でも十分素敵に見えるんですが、そうもなかなかいかないのが30代後半から40代以降かなと思うので、ぜひですね、僕ら世代になったらちょっと良いものも交えながら、しっくりこないなというものに関しては、価格帯を含めてアップデートするというところも頭の片隅に置いていただけると、結構ですね、服が似合いやすくなるかなと思うので、ぜひこのあたりも覚えておいていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では服が似合わない理由ベスト7というですね、テーマで皆さんに動画をお届けさせていただきました。僕もですね、実際にお話をしながらこれは当てはまるなというものがいくつもあったんですね。本当に1年2年経つだけでも似合う服って変わったりするわけですね。よく女性がロングヘアからショートヘアにしただけで全然似合う服が変わるという話があるかなと思うんですが、それは男性にとっても同じで、ちょっとした変化で全然似合うものは変わってくるので、ぜひですね、今の自分にはどんなものが似合うのかというものをですね、改めて考える上で今回の7つをですね、参考にしていただけたら嬉しいなというふうに思っています。まあこれは本当に僕自身も実感してるんですが、変わるってなかなか勇気のいることだと思うんですね。なかなかですね、今までの慣れた部分から一歩飛び出すというのは難しいかなと思うので、小さな変化で構わないので、ちょっとずつですね、そういった違いを出しながら、今の時代だとか、今の自分に合うものというものをですね、改めて模索していただくと、きっとですね、皆さんのスタイルがこれからも更新できるかなというふうに思っているので、ぜひ僕と一緒にですね、ちょっとずつの変化をこの動画を通じて積み重ねていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。